2年3ヶ月ぶりに今年の5月に行けました。でその時は今日みたいに陰性証明が必要な時だったので空港でもすごく時間かかったんですけど、今日はすごくスムーズでした。5月の時の成田空港は2時間半かかりました、出てくるまで。今日は多分10分かかってないです。